本門博多に来てます。お世話になってます。今職員さんが作ってはるんでちょっと見せてもらいましょうか、はい、こんな形のバッグを今作っているということですね、はい、どれぐらいの期間で出来上がるんですか一つ。4、5日縫ってるところがこうバッグ作ってるっていうイメージを皆さん持たれてるんですけど、丁寧に作るんで、普通だったらこれ機械で切るんですよ、ガッチャンガッチャン金型とかで、これは手立ちって言ってもう本当にハンドメイドですね。最後縫う時間っていうのは最後の仕上げの2割で済みます。意外と、はい、だから縫うまでにどんだけ綺麗に仕立てて下準備ができるか、この立った後すぐには縫えないんでですね、縫い代をすいたりとか、いろんな工程がここからまだまだあります。